陶芸最強伝説。この日あの N2 ドライバーが軍祭にいた。マリクさんが乗っかった土手ですね。すげえ、ビデオで見たとこだ。そこでこんな企画が。 N2 ドライバー小泉孝太郎、陶芸初挑戦、頑張るぞ。ナビで出ねえじゃん道。アップアップアップ、見てねえし。小泉孝太郎初めての軍祭。ただおっかないんだよね。まずは様子見アタックです。うわ、おっかねえ、ここ怖い。区間タイムは28秒883です。飛んだ。今飛んだ。お、結構楽しいな。でもおっかない。最終コーナー、おお、危ない。ギャップギャップギャップ、めっちゃ跳ねる、めっちゃ跳ねるよ。めっちゃ怖いっす。アタック続けます。アンダー、こっかねー。続けます。遅い遅い。いやー、25秒って何ですかね。結構攻めたんですけど、あんま変わんないですね。でも確実にタイムを上げている。さすが N2 ドライバーです。さあ、 N2 では有名な孝太郎くん、軍祭はどうかね。軍祭は軍祭おっかないっす。おっかねえだろ。おっかないっす。じゃあどんなもんかね、さっき練習したの見てたから、はいはい、俺があの S6 で引っ張ってやる。お願いします。ゴー。おお、さすがの土屋さん、でも軽自動車だったら勝てるんじゃないか。おお、はい、マジマジか。お、ストレート追いつくぞ。マジで片輪浮いてますよ。直線来ないね。マジか、早い。待って、来ないね。手抜いてやるかじゃ、しょうがないから。おお、早い。おお、危ない。おお、マジで。その差広がってます。早い、マジか。結構手抜いてたんだよ。本当ですか。なんか見えなくなったからまたこう待っててさ、なんかもうヘアピンの手前でずっと待ってたんだけどね。何やってんの。早すぎます。まあということでね、軍祭がどれだけ難しいかということです。 N2 では孝太郎は常にトップを走っております。軍祭の難しさをね、知ったと思います。最終コーナーやばいですね。やばい、やばいわ。本気っすね。チューナーさんもドライバーさんも。次は誰が来るかな。